皆さん、おはこんにちばんは。宿毛矯正をかけたマピオンです。宿毛矯正をついにかけました。はい、こんな感じでね、もうサラッサラなの。ほら、横もね、こうだいぶこう長くなってる感じです。はい、いや、ほんと満を持してのね、宿毛矯正ですよ。はい、まあ理由としてはなんですけども、僕は超テンパなんですよ。はい、普通のテンパじゃなくて超テンパ。髪の毛が長くなればなるほど、やっぱテンパって、テンパな人はこう、あれ、曲線を描くんだよね。長くなればなるほど。で、俺はもう本当にどんどん伸びていて、超テンパだから、すっごいもう外に出れるようなヘアスタイルじゃなくなってきたの。はい、もう恥ずかしくて仕方ないと。はい、普通にパーマをかける分はかっこいい感じでこうカールしてくれるからいいんだけど、天然パーマっていうのは天然だからかっこいい感じじゃないんだよね。単純に気持ち悪いカールなの、もじゃもじゃなの。はい、だからもう本当に仕方なくて、で、今まではまあ別に良かったんだけど、さすがにこれ外に出るのはどうなのっていうレベルまで行っちゃったんで、満を持してね、もう数年ぶりかな、数年ぶり、あ、まあ、少なくとも 1,2 年以上ぶりだとは思う。はい、で、本当にもう久しぶりの宿毛矯正です。はい、ということで、今回はアプリ紹介です。はい、前回はですね、モバゲーを、紹介しました。はい、でですね、今回紹介するアプリなんですけども、ほぼ似たようなアプリです。6年前ぐらいかな、はい、ぐらいに、モバゲーっていうのが、まあ、そこそこ流行ってたりしたんですけども、モバゲーと、あともう一つなんかあったじゃないですか、ソシャゲ。はい、ソシャゲのアプリでね、モバゲーとなんかがあったじゃないですか。なんでしょう。そう、グリーですよね。はい、グリーンもね、懐かしいこう響きだと思うんですけども、はい、まあね、昔は CM とかやってました。モバゲーやってたかな。でもグリーンはそう、 CM やってたんだよ。はい、だ、今回はそのグリーンのアプリについて紹介したいと思います。はい、まあ、グリーンが何なのかをこう画面見せる前にちょっと軽く説明すると、さっき言った通り、モバゲーとほぼ一緒なんですよ。もう会社が違うだけって感じね。モバゲーとグリーンは本当に会社が違うだけってだけで、まあ、グリーンもモバゲーもそうなんですけども、まあ、一つの、まあ、枠っていうか箱があって、そこでいろんなサービスができますよっていう、いろんなその、まあ、ゲームができたりとか、アバターとか作れたりとか、ニュースが見れたりっていう、本当になんかその箱の中でのたくさんの、いろんなジャンルのサービスが、できますよっていうのが、そのモバゲーでもあり、グリーンもありますよっていう感じですね。ただ、まあ、会社が違うとだけです。はい、だから、まあ、まあとりあえず開きますか。俺もめちゃめちゃ久しぶりに開くから、ね、グリーン、はい、来ました。軒坂46と本気で恋するスマホゲーム、軒恋ってありますね。はい、そういえばログインしてなかった。俺もね、ちょっとこのアプリ紹介するためにちょっと試運転とか、どんなだったかなって久しぶりに起動とかもしないんで、マジで多分俺も数年ぶりにログインします。アドレス何だったっけ。 DK。 はい、ログインできました。正直よく覚えてたなって今自分に今びっくりします。はい、はい、ということでですね、ログインができたということで、こちらがグリーの、マイページっていうか、そのログインした後の画面になってます。はい、キーコイとかいろいろとこうね、モバゲーみたいにありますね。で、探検ドリランドってそもそもさ、サービス終了したって噂だったけど続いてたんだね。一押しゲーム、ガンダムマスターズグリパチ。あー、パチンコパチスロー基本無料で遊び放題。おー、いいね、これパチンカスとかお喜びだ。総合ランキング1位が、ドラゴンコレクション、ドラコレっていうやつかな。はい、で、ガンダムマスターズ、あー、この貧弱さんとか友達が利用ってあるけど、このグリーン内、自分のその、ね、友達みたいな、フレンドみたいな、申請とかね、登録ができて、はい、で、その貧弱さんっていう俺の友達とか、その他他の4人が、このドラコレやってましたよっていうやつだと思います。はい、で、釣りスタもなんかね、なんか支援はあった気がするんだよね。はい、で、お知らせ、深刻のワルハルゲート、探検ドリランドとかね。で、カテゴリーから探す、結構モバゲーと比べて結構ゲーム要素が強いですね。で、ちゃんとニュースもあります。クソ生意気だったロケ裏話に反響、 AKB 在籍中の交際暴露にファン幻滅、これ水亀座の運勢めちゃめちゃ今日なんか低いんですけども、はい、僕は水亀座なんですよ。だからこう自分の星座をこう登録しておけば、その毎日その、ね、運勢をチェックできると。で、カテゴリーから探すで、そのゲームね、好きな、やりたいゲームとかを、調べられるよっていうね、RPG 恋愛シミュレーションとか、育成ってたとすると、うわ、懐かしい。そう、クリノッペって皆さん知ってます？
なんかこの俺やったことないんだけど、クリノッペのこのこいつの存在をなんかね CM かなんかで見たことあるんだよね。はい、クリノッペが相変わらず人気なんだね。バッドボーイズとかねありますけど、牧場物語もあつか、どこもだけの猫牧場で、あのモバゲー同様、アバターもあります。はい、で、まあ、こんな感じかな。グリーガのお知らせ、消費税増税のお知らせとかねあります。で、マイゲーム、下の方にマイゲームってあるんですけど、それをタッチすると今まで自分がその登録したゲームが、バーで出てきますね。ガンダムマスターズ、ワルハラゲート、ドリランド、ゲーノナックルズ、ドラコで、海賊コロンブスですね。俺本当にねドリランドがマジで大好きだったんでね、モバゲーでは怪盗ロワイヤルにドハマりしましたって言ったんですけども、グリーだったらおそらく俺はドリランドかな。事前登録とこタッチすると、事前登録中のアプリはありません。なんか新しいそのグリーのねあのゲームが出たらその事前登録できますよみたいな、うん、事前登録したやつがここに表示されるのかな。はい、おそらくその、まあ、どっちかだと思うんですけど、はい、で、マイページ真ん中のマイページタッチすると、はい、マピオンっていう名前で私やってます。はい、ね、高校生の頃からマピオンって名前だと思うね。でプロフィール見ます。プロフィールちゃんと本名出てるんですよ。はい、名前とニックネームで分かれてるみたいですね。はい、で友達は9人らしいです。国が日本の千葉県ってあるんですけど、なぜかこれ嘘ついてます。はい、これ神奈川県です。はい、なんで嘘ついたのかね。皆さんぜひちょっとねグリやってる人はマピオンで調べてプレート登録してください。はい、アバターとこタッチすると、このアカウントでサービスを利用しますか、始める。アバターだとちょっとページが変わるんだね。タイムラインでアバターを楽しもう。スタート、フォローした人の着せ替えがタイムラインに流れるよ。ああ、なるほどね。その友達みたいな人が、友達の人がこの服に着替えましたよみたいな通知が来るって感じね。はい、気になるユーザー5人以上並んで、ね、選んで、ね、まあいいや、もうとりあえずこんな感じで次へ。好きなコーデ3つにいいねしよう。待って、このみーちゃんって人背中に俺のものって貼られてるけど大丈夫な、これいじめられてるっていうか、これストーカー被害じゃない、これ大丈夫。首もなんか変な風に曲がってるしさ、怖いよこれ。しかもいいねこれ来てないしね、こっち3ついいね来てるのに、こっち誰もいいねしてないね。とりあえずこの人、あの人はちょっとね、ちょっといいねしたらね、ちょっといろいろと怖いから、ちょっと、まあ、とりあえずこんな感じでクリア報酬ゲット、なんか囚人服みたいにもらいました。ミッションページ受け取ってね、無料でできるミッション用意したよ。なんかいろいろと始まっちゃったよ。ログインボーナス、あ、背景か、背景をゲット。2日目がいろんな、もう2日目で十分かっこいいファッションだけどね。あ、なんか始まっちゃった。なんかアバターはアバターでなんかいろいろとこうあるみたいですね、なんかそのゲーム的な要素が。はい、まあ、今回はちょっと飛ばします。で、次チャット。チャットなんかね、さっきちょっとチラチラ見えてたんだけど、3つぐらいなんか通知があるんだよね。まあ多分友達ではないんだけど、まあ、運営だろうね、ほらやっぱり。はい、チャットを見るとその、まあ、フレンドからのメッセージも多分来るんでしょうけど、そういうゲームの通知みたいなのもこのチャットの方であります。はい、ガンダムマスターズ8周年ありがとうキャンペーンね、あります。はい、ガンダムマスターズ、ね、ガンダムが話してるみたいな、なんか気持ち悪いな。はい、8周年ハローとかね、ハロー覚醒キャンペーンページ、ガンダムマスターズ、うわ懐かしい、ガンダムマスターズこんなんだったな、これもすげえハマってた記憶あるわ。うん、すげえ懐かしい。なんかグリーのやつって全部アプリなんだね。はい、なんかちょっとめんどくさいね。怪盗ロワイヤルはもうその、モバゲーのアプリ内でもゲームできてないけど、グリーのアプリはロリランドもそうだし、アプリをインストールしなきゃいけない。アプリを起動ってやると、ほらやっぱりこうアップルストアの方に行ってやっぱ取んなきゃいけないんだ。はい、ちょっとアプリが増える感じがあってちょっとめんどくさいね。はい、まあただその分アプリをインストールしたら、わざわざそのグリーのアプリね、でいろいろとポチポチ押して、こうドリランドの方のマイゲームみたいな、ゲーム始めるみたいなボタンを押す必要もなくしで、そのドリランドのアプリをそのままタッチすればできますよっていう、まあそのまあ快適さはあるけどね。ただアプリの数が増えるっていうデメリットはありますね。はい、うわー、なんか俺の知らないやつがいっぱいなんかいろいろとあるな。はい、懐かしいなぁ、トリランド懐かしい、ほんと。じゃあ最後このメニュー押してみます。メニュー押すと、ストリーム、友達、コミュニティ設定、マイゲーム、コンテンツ、日記、ニュース、アバター、占い、芸能、まあこのね様々なジャンルのものが遊べますよと。
だからちょっとなんかあれこの占いやってみたいけどどこを押せばいいんだっけって迷った時はこのメニュー画面を押せば簡単に行けますよと。はい、このコンテンツ芸能って何、芸能ポータルサイト、あ、終わっちゃったんかい、終わっちゃったんかい。まあ芸能はなくなっちゃったみたいなんですけども、まあ占いアバターニュース日記に関してはまあまだ健在だと思うんで、これは日記とかね、であとは設定とか、まあ、メニューでねこう、まあ、ログアウト大会とかさまざまな設定とかが、見てできますよとあります。はい、友達を押せば、友達のねさっき9人だったんですけども、この9人が出てきて、まあ、それぞれにこう例えばメッセージとか送れたりするんでしょう。はいね、こう伝言板、まあ、チャット、そうだね、チャットとか伝言板とかに書くことができます。はい、こいつ貧弱ってやつ38歳ってなってるけど、あのこいつ俺と同い年っていうか同級生なんだよ、完全に嘘ついてる。まあこんな感じだね。はい、グリーという、アプリでした。はい、なんか今いざこう説明とかしてみたら意外とこう特徴っていうかモバゲーと似てるんだけど、なんか軸は似てるんだけどちょっと特徴みたいなのがいくつかありましたね、まあ、違いというか。はい、まあ、こっちはなんか正直ゲーム的要素が強い、グリーは。逆にモバゲーはもっとこう総合的な面とかがいろいろだったりするかなっていう。まあ、現にそのメニュー見てみたらね、あのモバゲーは結構バーって出てきたんですけども、グリーはまあ、まあ、そんなにちてあれなんですけども、比較的少なめな、抑えめっていう感じのあれでした。はい。で、ゲームに関しては、モバゲーは、そのモバゲーのアプリ内でそのままゲームができたりするんですけども、グリーの方では、その、まあ、アプリを落とさないと、できませんっていうのが、結構ありました。はい、全部じゃないのかもしれないんですけども、僕が見た感じ、ほとんどっていうか大体そんな感じでした。はい、ね、でもガンダムマスターズがドリランドとかねマジでやってたんで、はい、ちょっとねこう電車乗ってる間とかねガンダムマスターズがちょっとまた始めてみようかなって思い始めてましたね。あとこう乃木坂46が好きな人とかはもう多分その人はもうやってるんじゃないかと思うんですけども、まあ、乃木恋っていうねその、まあ、恋愛ゲームみたいな、あるんでよかったら、グリーねちょっとやってみたらいかがでしょうかって感じですね。はい、はい、ということでですね今回のアプリ紹介のグリーでした。はい、まあいろいろとこうね違いとかいろいろと言ったんですけども、まあそのやりたいゲームが、グリーンにしかないってこともあるんで、はい、例えばガンダムね、オバゲーにもガンダムのゲームあるけど、あの同じガンダムのくくりだったら俺は正直ガンダムマスターズの方が好きだったんで、あのガンダム系のゲームやりたいときはモバゲーじゃなくてグリーンの方やるかなと思います。はい、だからそのやりたいゲームとかはまあそれぞれって感じでね、あの臨機応変にグリーとかモバゲーとか、好きなゲームが比較的多いのが、僕はグリーだとかねモバゲーだとかあったりすると思うんで、いろいろとこう見てもいいんじゃないでしょうかって感じですね。まあちょっとねあのゲームにちょっとやりたいゲームがないって人もそのモバゲーとかグリーとか、あのさっき見せたあの、ね、ゲームとかは本当にほんの一部の部分なんで、ちょっといろいろと見てみてはいかがでしょうかって感じですね。まあ見るだけだったらあのログインとかしないでね、無料っていうか、まあ、その会員だったら無料なんだけど、はい、まあログインせずに、まあ見ることもできると思うんで、はい、それからちょっと新規登録するかどうかって考えてみてもいいんじゃないでしょうかって感じですね。はい、それでは今回は以上、改めまして、アプリ紹介のオバゲーでした。皆さんもぜひやってみてください。じゃあ